ードリポートです。新型コロナ禍で不当な解雇や雇い止めなど様々な問題が相次いでいる外国人技能実習制度、今日は実習生の意思に反して帰国させてしまういわゆる強制帰国の問題についてです。国際部の上野武弘記者に聞きます。上野さん、おはようございます。おはようございます。強制帰国という言葉あまり聞いたことがないんですけれども、何が起きてるんでしょうか。はい、これは技能実習生を受け入れた管理団体や企業が実習生の意に反して国に送り返してしまうケースのことです。私が取材したベトナムからの実習生の男性は一昨年の4月に来日し、埼玉県内の建設会社で働いていましたが、わずか8ヶ月ほどで帰国を命じられ羽田空港に連れて行かれました。会社側からは帰国の理由も明確に示されないまま、自らの意思で会社を辞めることに同意する退職届にサインするよう迫られ、拒否するとサインしなくても帰国することになると言われ、サインするほかなかったと言います。彼は飛行機に乗る直前に逃げ出して東京の支援団体に駆け込んだことで帰国は免れましたが、団体によりますと実習生を無理やり帰国させようとする事例は少なくなく、新型コロナの影響で国家間の人の往来が制限されている中でも未遂を含めた相談があるということです。これなぜこの実習生の男性は帰国を迫られたんですか。私が彼をベトナムから受け入れた管理団体に取材すると、彼は他のベトナム人の実習生と喧嘩をするなどトラブルをたびたび起こしていたので帰国してもらうことにしたと説明しました。しかし実習生本人に取材したところ、喧嘩をしたことは認めたものの自分から殴るようなことはなかったと話していて、双方の言い分は食い違っていました。何らかのトラブルがあったことは事実のようですが、技能実習の適正な実施などを定めた技能実習法などでは本人の同意なしに帰国させることは認められていません。具体的に法律などではどのように定められているんですか。はい、技能実習法などによりますと、もし実習生が帰国を希望しているのであれば、管理団体は本人の署名入りの署名を国に提出しなければなりません。また実習生が実習を続けたいと希望する場合は、管理団体が実習生を同じ職種の別の会社で働けるように支援しないといけないとされていて、実習生の保護などを行う外国人技能実習機構は、無理やり帰国させたことが疑われる場合には、場合によっては指導や処分の対象になる可能性もあるとしています。これ指導や処分の対象となる恐れがあるのに強制帰国が後を絶たないっていうのは、これどうしてなんですか。はい、過去に強制帰国をさせた経験のある関東地方の管理団体の幹部に取材をしました。その幹部は、別の企業に紹介するためには関係機関と新たな契約を結ぶ必要があり、その書類作りなどに3、4ヶ月もかかる。この間、住む場所などにかかる費用を全て管理団体が負担しないといけない上、手続きが非常に面倒くさいと話し、実習生の支援がなおざりになっている実態を明かしました。これ国としてはどのような対応が必要なんでしょうか。はい、こうした強制帰国について、これまで同様の被害に遭った実習生を支援してきた弁護士の指宿長一さんは、国は無理やり帰国させられる実習生については黙認しているのが実態だが、強制帰国は国内法、国際法いずれから見ても認められるものではないとして、国は管理団体へのチェックを徹底するなどして管理体制を強化すべきだと指摘しています。強制帰国は一度国に返してしまえば、実習生が声を上げることもできないまま問題が表面化しにくいという側面もあります。国策として技能実習生を受け入れている以上、国はこうした問題を正面から受け止めて真摯に対応する必要があると思います。はい、国際部の上野武弘記者に聞きました。